またね気になるガチャガチャがあったので回してきました早速開けていきたいと思います黒スバル犬ラインナップはシバ、黒シバ、ゴマシバ、ブチシロ、黒という6種類ですね1回300円ですねやっぱりバ犬が欲しいなっていうふうに思って1回回したらなんとね1回目でバ犬ちゃんが出てくれましたこれそうだよね 写真の方がちょっと明るめの色なのでパッと見の色がちょっと暗くてねこのまあお座りしているフィギュアなんですけどもなんかこの骨の感じっていうのかな皮の感じっていうのかがちょっとリアルなのかちょっとわかんないんですけどちょっと気持ち悪いですよねなんか人間で言うとねあばら骨みたいなね感じに見えるなんだけどキツネにも見えるような感じですね色合い的にそう見えちゃうだけかな後ろから見るとこんな感じこれは「座る猫」っていう第1弾のやつですね スバル猫もね、一発目で、あのー、一番メインっぽい欲しいやつが来たので、一個しか回してないんですけども、これのまさかスバル犬って続編がね、出ると思わなかったんで、ちょっとびっくりしました。顔はね、ダープこんな感じなんですけど、意外となんか、凛々しい顔しますよね。正面から見た感じがなんとも言えない感じ。左右に振った時の顔は、それっぽいなっていうか、すごくイケメンなんだけど、正面から見るとちょっと可愛い感じですね。<laughs> 不思議だ。 でもまあパッと見造形的には前回の第1弾の猫の方が好きかなうーんなんとなくだけどなんか犬がね細すぎてちょっと不自然というかまあ実際こんなもんなんのかもしれないけどなんかこのここの部分このシワになってるようなこの部分が結構気になるね写真で見るとねそんなでもないんだけどね第3弾がもう決定してるみたいですね今度はスバルカエルというものがまた次出るみたいで カエルか。カエルも可愛いいんだけど、全くこれと同じサイズだったらちょっと気持ち悪いかなっていう気もしますよね。でね今回は、座る猫に引き続き座る犬も一番欲しいやつが出てくれたので、ラッキーでしたね。最後までご視聴ありがとうございました。